どう？おい、待て。誰だてめえ。真島言うもんや。堂島組の錦山、来とるか。え？錦山さんのお知り合いですか？いや、これから初対面や。ああ？てめえふざけてんのか？何者だこれ。錦山はおらんのか？うるせえ。おめえもういいから帰れ。ここどこだと思ってんだ。おら、消えろっつんだよ。よせ。そいつは真島だ。お前らの手に負える相手じゃねえ。真島って真島五郎ですか？3年前島の組から消されたっていう話だったがな。間違いねえ。あんた誰？風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある？あんたには関係あらへん。ええから錦山出せ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか？なんやと？お前は登場会から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ええ加減にせえ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生もお前には渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。こいつは俺がやる。真島、場所を変えさせてもらうぜ。この神聖な事務所、お前の血で汚されちゃかなわねえんでな。こない小汚い事務所でよう言うわ。ま、ええやろ。俺が面倒見てるビルでな。好きに使わせてもらってる。お前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけだ。ほんまにあんた一人でよかったんか？今からでも遅ない。手下呼んでも構へんのやで。それじゃつまんねえだろ。俺もお前とは一度やり合ってみたかった。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道の佐賀ってやつか。派手に行こうじゃねえか。追っ始めようぜ、マジマ。行くぞ、マジマ。この
バケモンが風間組にはおったんか。柏木さん、ええとこに来たやないか。錦山っちゅうやつはどこや。さっさと答えんとこいつの左目えぐるで。俺と揃いにしたる。そんな真似さすな。セレナって店だ。天下一通りにセレナって店がある。西山さんはよくそこで飲んでる。そうか。おらんかったらまた戻ってくんで。
いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。良さそうな店やな。ありがとうございます。帰るよ。なあママ、この店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな。実際よう来るんか？ええ。誰だ？あんた。真島いうもんや。お前は？あんたの探してる男だって言ったらどうする？俺がほんまに探しとるんはお前やない。牧村誠いう女や。その子は立花不動産の桐生と一緒におる。その桐生のとこに案内してもらいたいんや。真島って言ったか、あんた。ああ。俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。下手打って左目えぐられたって聞いてるよ。それ以来町から姿消したってさ。登場会に復帰したってことですか、真島さん。まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ。あの子を守るためって言うたら信じてくれるか。何？お前の兄弟分はどこや。牧村誠どこに隠しとる。お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何が分かんだよ。今ので何も分からんようやから、お前は俺に勝てんのや。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。レイナ、下がってろ。Yeah!
進め。やめてほしいんやったら言えや、錦山。キリュウはどこや？待って、あなたが探してるのは牧村誠でしょ？あ？よせ、レーナ。彼女なら姿を消したわ。もうキリュウさんの元にもいない。どういうこっちゃ。錦山くんも今彼女のこと探してるの。ここに来たのもその誠さんを探すために。ほんまなんかその話。3時間くらい前だ。彼女の兄貴が殺された直後、行方が。ちょっと待て、なんなんや誠の兄貴っちゅうんは。知らないのか。立花哲、立花不動産の社長が彼女の実の兄だ。何やと。二人は中国残留孤児の二世で、10年前に中国で生き別れてる。一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい。彼女が蒼天堀にいたのは、そこに立花がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。俺も桐生もかける言葉がなかった。気がついた時にはあの子は姿消してた。目が見えねえはずなのに、どこ行ったんだ。最後に女見たんはどこや。西公園のホームレス街。そこに連れ帰った後にあの子は消えた。そしたら今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザが行さん狙っとるんやぞ。あんた、さっきあの子を守るために探してるって言ったな。あんたも探してくれ。あの子に何かあったら、俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ。クソ。
今日は飲んで帰りませんか。おお、おお、空の一壺は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。これが殻の一つを。お前、まことなんやろ。そないなとこで何してるんや。お前まこと、お前。